ライライチューチューポケカにも中、どうもライチューメカワです。スナップルです。はい、本日もね、ポケカチャンネルでは1月14日発売の拡張パックスターバースより新カードを初公開していきます。イエイ。今日はね、1進化のポケモンを2種類紹介していきたいと思うんですが、はい、その2種類がね、非常に相性がいい、シナジーのあるような効果になってます。楽しみです。はい、ではまずこちら見ていきたいと思います。せーの、ドン。ブーバーとブーバーン。かっこいいですね、うん、ブーバーは雪とかもちょっと降ってる感じの寒空の下で炎を吐いてて、そのコントラストっていうんですか、はい、それがなんかいいなって思いました。なるほどね、うん、そしてね、ブーバーンですよ、うん、まあ、ブーバーンがメインでめちゃくちゃかっこよく描かれてる後ろにエレキブルもいますね。そうですね。ってことはっていうとこもあるんですけど、はい、まあ、まずはブーバーンを見ていきましょうか、はい、ブーバーンは炎タイプの1進化ポケモンで HP が140です。1つ目の技が無色2個のメガトンパンチ50ダメージです。2つ目の技が炎炎無色ボルトプロージョン120ダメージで、自分のベンチにエレキブルがいれば120ダメージ追加です。はい、ベンチにね、エレキブルがいるという条件下では、うん、エネルギー3つで240ダメージという高いパフォーマンスでポケモン部位を一発でね、倒すようなこともできる技になってます。すごい。はい、ブーバーンね、炎タイプなので、うん、エネルギーをつける手段としてはスターバースで新登場するマグマの滝壺がおすすめです。はい、まあ、とはいえ手札から毎晩つける1枚とマグマの滝壺でつける分の1枚だけだと、まあ、毎晩ねエネルギー3個をねずっと間に合わせていくっていうのはちょっと難しいので、うん、そこにまあ学習装置とか火花を合わせてあげて、まあ、ボルトプロージョンがブーバーンが気絶したとしても連発できるような体制を作れるといいかなと思います。でそんな中でベンチにいてほしいポケモンエレキブル、うん、こちらもね新登場します、はい、こちらです。ドーン。エレブーとエレキブル。はい、エレブルもね迫力満点ですごいかっこいいんですけど、エレキブルもね地面をパコンと殴ってますね。これかっこいいね。めちゃくちゃかっこいいですよ、うん、本当に。そして後ろにはねブーバーもいます。はい、エレキブルは雷タイプの1進化ポケモンで HP が140です。1つ目の技が雷1個の爆炎ボルト30ダメージで、自分のベンチのブーバーンにダメ感が乗っていれば90ダメージ追加です。2つ目の技が雷無色高圧電流、相手のポケモン全員にそれぞれ50ダメージです。はい、こちらもねブーバーンと組み合わせて技の効果が強力になる爆炎ボルトを持ってます、うん、条件下だとねエネルギー1個で120ダメージっていうね非常に高いパフォーマンスを誇ります、うん、ベンチのブーバーンにダメ感を乗せてあげるってことなんですけど、先ほど紹介したマグマの滝壺を使って、うん、ブーバーンをベンチで育てることでマグマの滝壺の効果でダメ感が乗るんですよね、うん、これで簡単に条件が満たせるって感じになってます。なので、まあ、手札から雷エネルギーをエレキブルにつけつつ、マグマの滝壺でベンチのブーバーンも育てつつ、爆炎ボルトは強くなるし、あとのねブーバーンのボルトプロージョンで大ダメージで倒していくってことが強力ですね。まあこのブーバーンエレキブルデッキに関しては学習装置とか火花とか、あとマグマの滝壺を利用することで動き続けるってことが結構難しくない構築になるので、爆炎ボルトの120ダメージとボルトプロージョンの240ダメージを、まあ、相手の状況に合わせて使い分けていくことができて強力なのかなと思います。はい、ということで本日はブーバーブーバン、そしてエレブーエレキブルを紹介してきました。明日以降ポケカチャンネルではスターバースの新カードを使った対戦動画なども上げていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価もお待ちしてます。それでは皆さんまた次回、バイバイ。バイバイ。